お疲れ様です。プロの酒好きです。さあ本日はですね、久々にお酒のお勉強でございます。最近はアンカーに外国人のお客さんもたくさんいらっしゃるんですけども、大体アンカーのシグネチャーかウイスキーサワーが多いんですけども、シャルトルーズを使ったカクテルのオーダーも非常に多いです。さあ皆様、こちらシャルトルーズはご存知でしょうか。こちらね、リキールの女王と呼ばれております。よくですね、こちらのボーモアがアイラモルトの女王なんて言われたりとかしますけども、まあそんな感じですね。とは言ってもですね、あんまり馴染みがある方はねいらっしゃらないんじゃないでしょうか。まずシャルトルーズの歴史からご紹介していきたいと思います。シャルトルーズはカトリック系の修道会であるカルト教会に伝えられた薬草系リキュールでございまして、エリクサーの一種でございます。エリクサーっていうのは何かというとですね、錬金術によって作られたものでございまして、飲めば不老不死になれると言われている万能薬でございます。こういったことからですね、昔のファミコンの RPG ゲームとかでエリクサーといえばね、回復薬として登場することがありまして、まあそれでね耳にした方もいらっしゃると思うんですけども、シャルトルーズの製造の歴史を裏付ける資料というのは残ってないんですけども、言い伝えによりますと1605年にカルト教会に伝えられたと言われております。そしてその処方がシャルトルーズ修道院に1764年に伝わりまして、1767年に製造が始まったと言われております。シャルトルーズは大きく分けて、こちらベール緑ですねと、こちらジョーム黄色がございます。神父ジェローム・モベックが注釈をつけた処方が現在のベールの製造法の原型と言われております。その後1838年に神父ブルーノ・ジャケによって、こちらジョームの処方が作成されました。1970年以降は民間企業に製造を委託することになったんですけども、詳細な製造方法は今でもシャルトルーズ修道院に勤める修道士3名の方だけ知る秘伝となっております。ただですね、製造方法は一部公開されておりまして、まずブランデーベースであること、そして砂糖、アンゼリカ、シナモン、ナツメグなどの130種類以上のハーブを加えて樽で熟成しております。そして5回の漬け込みと4回の蒸留によって調整されております。シャルトルーズ特有の香りとか味ですね、あと前述したような400年以上門外不出のレシピとして受け継がれてきたというこの歴史的背景からですね、あらゆるリキールの最高峰と言われております。そういったことからリキールの女王と呼ばれているわけです。こちら2つの他にも長期熟成を意味するフランス語の頭文字を取った VEP というものもあるんですけども、こちらはですね年間の生産本数も決まっておりまして、だいたいですね1本2万5000円から3万円ぐらいしますので、まあ、まずはですねこちらの2本から試していただければと思います。もし今回ご紹介するこちらベールとジョーヌにハマった方はですね、ぜひ買ってみてください。さあというわけで皆様ですね、いやこれはちょっと飲んでみたいなと思ってもらえたんじゃないでしょうかといったところで、じゃあですねこちら2本ございますので、それぞれの違いについてご紹介したいと思います。まずこちらですね、ベールからご紹介したいと思います。非常にこの緑色が美しいシャルトルーズのフラッグシップなんですけども、ミント系ハーブの爽やかな香りとパワフルでスパイシーな味わいが楽しめます。熟成にオークダルを使用しておりますので、魅力的な余韻を楽しむことができます。ただですねこちら度数が 55% と非常に高いですので、飲むときは気をつけてください。そしてこちらがジョーヌでございます。こちらはベールに比べると非常に優しい甘みがございます。蜂蜜を思わせるコクのある甘みです。度数も 43% でございますので、まあ、高くはあるんですけども、ロックとかストレートとかでも楽しめます。さあということでね、ひとしきり説明したんですけども、飲んでみたいなと思った方もですね、ちょっとお値段がね高めのリキュールでございます。ですけどもこちらですね、通称バーには必ずないといけないお酒と言われておりますので、バーに行くとね必ずあるお酒ですので、ぜひですね皆様お近くのバーでね飲んでみて、気に入ったら購入してみるのも一つかもしれません。まあやっぱね皆様が気になるのは飲み方だと思います。で飲み方としましては、やっぱりですねストレートとかロックがこの本来のシャルトリーズの味を楽しめるので、まあ、一番いいんですけども、まあ、とはいってもね度数もきついし、まあ、ハーブ系なかなかね難しいぞという方もいらっしゃると思いますので、ここでねカクテルをちょっとご紹介していきたいと思います。さあではですね、まずベールからの登場なんですけども、もうジンジャーエール割りです。はい、ジンジャーエールで割ってみましょう。こちらまずベールを 30ml 入れます。ジンジャーエールを入れていただきます。個人的には辛口のジンジャーエールがいいんですけども、まあ、ちょっとね飲みづらいという方もいらっしゃると思いますので、こちらね甘口のジンジャーエールを注いでいきます。はい、軽く混ぜまして、もう 2,3 回転でいいですね。最後にレモンを絞って完成です。まあピールとかでもいいかなとは思いますけども、まず1杯目ですね。シャルトルーズミュールでございます。いただきます。あ、うまい。めちゃくちゃ爽やかですね。あ、やっぱガツンとはくるんですけども、このねシャルトルーズの美味しさをね非常に楽しむことができると思います。で、皆様薬草系といったらですね、トニック割りがいいんじゃないかなと思うかもしれませんけども、トニック割りに合うのはこちらのジョーヌですね。ジョーヌトニックも作ってみましょう。ジョーヌを 30ml 入れます。こちらをねトニックで割っていきます。まあ非常にシンプルです。これはねめちゃくちゃ美味しいですので、ぜひお試しください。でこちらは最後にライムをね絞って入れてください。あー、うまい。薬草系のリキュールとかね、ちょっともしかしたら敬遠される方いらっしゃると思います。まあもしかしたらねアブさんとかを最初飲んじゃったかもしれないんですけども、それに比べるとですね非常に飲みやすいですね。まあやっぱシャルトルーズトニックはいいですね。相性めちゃくちゃいいです。ですのでぜひねこちらお試しください。こちらのジョーヌはオレンジジュースもすごく合いますので、オレンジジュース割りとかもねぜひやってみてください。あとこのベールなんですけども、ベールといえばですねやっぱミント系ハーブの香りが非常に強いですので、モヒートにもですね非常に合います。ですのでこちらのベールでねモヒートを作ってみましょう。こちらまずグラスを用意していただきましたら、ライムを入れまして、砂糖を少し入れます。ライムをまず潰していただいて、ミントを入れます。クラッシュアイスを入れましたら、ベールが 20ml から 30ml ですね。 20ml でも全然パンチはあるかなと思います。こちらをねザクザクと混ぜまして、ソーダがだいたい 90ml ぐらい、ガチャガチャと混ぜてください。それで完成ですね。ではいただきます。あー、うまい。これめっちゃくちゃうまいです。
度数も全然感じないし、めちゃくちゃ爽やかですね。普通にラムで作るモヒートよりも僕好きかもしれないです。これちょっとメニューにしようかな。これぜひ皆さんもお試しください。はい、次はですね、こちらベールでも有名なカクテルなんですけども、サンジェルマンですね。こちら作っていきたいと思います。はい、まずですね、こちらベールを45ミリ入れます。結構ね、量は多めでございます。レモンジュースが20ミリ、グレープルジュースも20ミリです。卵白ですね、30ミリです。卵白入ってますので、先にフローサーでかき混ぜます。こちらをシェイクしていきます。はい、ではこちらカクテルグラスに注いでいきます。はい、ということでサンジェルマン出来上がりました。いただきたいと思います。うまい、うまい、やっぱね、いやうまいな。ベールがね、すごい度数高いんですけども、グッとくるかと思いきやですね、卵白が非常に優しく包み込んでくれてますね。あ、全然強さ感じないから、これ危ないのかな、飲んでると。やっぱりですね、ベールを代表するカクテルだけあって、サンジェルマン美味しいですね。しっかりとでもミント系ハーブの香りはありまして、いや、やっぱいいですね。最高ですね、シャルトルーズ。はい、では次はですね、ベールに負けるなといったところでジョーヌの登場なんですけども、まあジョーヌのカクテルで一番有名なカクテルといったらですね、やっぱりね、アラスカですね。もうジョーヌといえばアラスカと思う方もね、たくさんいるんじゃないでしょうかといったところで、アラスカ作ってみましょう。まあやっぱりですね、ジョーンといったらアラスカだろうといったところで、こちらね、ジンを45ミリ入れます。そしてジョーンが15ミリ、ただこれだけです。なんと潔い。はい、でこちらをシェイクするだけでございます。いや、でもアラスカ飲むなんて相当久しぶりですね。僕記憶ないぐらい昔かもしれないな。こちらアラスカでございます。はい、ではね、久々のアラスカいただきたいと思います。あ、うまい。あ、でも僕もやっぱちょっと味覚が進化したんですかね。昔これ飲んだ時にうげーってなったんですけど、ジョーンのね、ふくよかな香りと甘み、それとジンの相性がすごくいいですね。これ薬草系リキュールとか苦手としてる人にぜひ飲んでもらいたいです。こんな美味しいんだ。しかもね、まあ、言ったらまあ普通にビーフィータージンですし、ただシェイクしただけなんですけど、さすがリキュール界の女王というか、いや、これ案件じゃないですよ。本当に美味しいです。はい、では最後はですね、マスターおすすめのシャルトルーズカクテルでございます。動画の最初にシャルトルーズのカクテルをね、外国人のお客様がたくさんオーダーされるって言ったんですけども、そのカクテルがこちらでございますね。ラストワードでございます。まずですね、ジンが30ミリです。そしてシャルトルーズのベールが15ミリです。そしてマラスキーノ、こちらも15ミリです。ライムジュースが15ミリです。ラストワード自体ですね、いろんなツイストカクテルがありますので、バーテンダーごとのね、アレンジを楽しんでみるのもいいかもしれません。じゃあね、こちらをシェイクしていきます。はい、こちらラストワードでございます。うん、まっ、いや、めちゃくちゃ美味しいわ。いや、まあもちろんね、度数は強いですし、ガツンとはいきますけど、全然嫌なガツンじゃないです。目が覚めるな、これ。美味しい、たまんないですね。でこれ余談なんですけども、2日連続でフランスからいらっしゃったお客様がいらっしゃって、締めでね、ラストワード飲むのが好きだっておっしゃったんで、まあ、出したらすごく喜んでくださって、じゃあ明日も来るからちょっとね、日本バージョンのラストワードを考えておいてくれって言ってね、帰っちゃいまして、いやこれ参ったなと思って、で外国人といえばそうだと思ってね、ビズニーズのケイスケさんに、なんかちょっとね、ツイストカクテルないですかって聞いたらですね、マラスキーノをちょっと少量にして梅酒を加えたラストサムライっていうカクテルを教えていただいて、それ作ったらね、めちゃくちゃ喜んでくださって、まあまあ任せてくださいよって言いながらね、あ、ケイスケさんありがとうってね、心の中で思ったんですけども、まあ、そんなね、いろんな楽しみ方、アレンジもできますので、こちらのね、シャルトルーズぜひお試しください。いやー、でもね、やっぱ久々に飲んだんですけど、やっぱさすがリキュール界の女王ですね。いや、ジョーノのベールも最高ですね。いや、めちゃくちゃ美味しかった。本当に大きめの酒屋に行ったら絶対売ってるお酒でございますので、 Amazon でも買えますので、ぜひ皆さんもお試しください。はい、ということで本日のお酒軸は以上になります。またお会いしましょう。さようなら。最後に告知です。1月14日に静岡県は浜松にありますトリバーさんで、私1日バーテンダーをやります。ぜひですね、お近くの方、お店の方にお越しくださいませ。詳細は概要欄の方に書いておりますので、ぜひそちらもご覧くださいませ。皆様にお会いできるのを楽しみにしております。